皆さんこんばんは。和モダンフランス菓子教室アトリエエスリエゾンの徳本さと子です。このチャンネルではお菓子を仕事にしたい方に向けてお役立ち情報や知識をお届けしています。先日からラジオ感覚で聞ける YouTube を始めています。この音声配信はゴールデンウィークの終わり5月6日までの期間限定でお届けする予定です。毎晩21時半に公開しています。今日はその7回目です。テーマを早速発表させていただきますね。型抜きクッキーの表面がボコボコになってしまう時の対処法というテーマで今日はお話しさせていただきます。これは視聴者さんからのリクエストテーマでいただいたものになります。後で質問内容を読ませていただきますね。では本題に入る前に一つお知らせさせてください。5月1日からゴールデンウィークの期間だけマンツーマンプロコースの体験レッスンがお得に受けられるゴールデンウィーク期間だけのキャンペーンを開催しています。この対象は LINE とメルマガ読者さんのみになっております。メニューはナルトオレンジという幻の柑橘を使ったグラスデザートです。これからねもう蒸し暑くなってきますので本当にね美味しく感じるひんやり喉越しのいいグラスデザートになっています。もう私のね大好きなチーズムース、しかも中にたっぷりとそのナルトオレンジの果汁を入れてますので、お家で作るからこそねこんな贅沢に使えるなっていうメニューになっています。こういうムースで特に大事なものって何だと思いますか？私は食感だと思います。お菓子を食べた時にまあ普通に美味しいなって感じる時と、うおーこれはプロの味感動だっていう時ありませんか？この違いって何だと思いますか？いろいろ要素はあるんですけれども、その中のとても大きな一つが凝固剤の使い方なんですね。で、それをしっかりと学んでいける体験レッスンになっています。 LINE メルマガ読者さん限定のご案内になりますので、気になるなという方はぜひ登録してみてください。いずれプロコースを受けてみたいという方はね、このチャンスにぜひお待ちしております。はい、ではね早速今日の本題に入っていきたいと思います。テーマは型抜きクッキーです。表面がボコボコになってしまう時の対処法ということで今日お話ししてみます。リクエストテーマを先日から募集させていただいてまして、今日いただいた方のお名前はあつこさんという方からいただきました。メッセージ読ませていただきますね。クッキー生地を作って冷凍しています。焼成するときは完全に解凍した方がいいですか？可愛い抜き型の生地を出してすぐに焼いたら表面がボコボコになって可愛さがなくなってしまいました。次回は解凍してからと思っていますが、生地によってやり方があるなら知りたいです。ハピーツスイーツボイスのこの YouTube のご感想もいただいてますね。楽しいです。ラジオ感覚のものは作業をしながら聞けるので、他のチャンネルでもよく活用しています。だから嬉しいです。もしアーカイブ残されるなら再生リストでまとめてほしいです。はい、あつこさんありがとうございます。早速再生リスト作りましたので、ゴールデンウィーク期間だけにはなるんですけれども、音声だけを全部まとめて聞きたいなという方はね、再生リストから聞いてみてください。ではね、今日の早速テーマなんですけれども、クッキーの表面がボコボコなるという経験された方多いんじゃないかなと思います。せっかくね焼くなら、しかも抜き型が可愛いんだったら見た目にも綺麗で可愛いのを焼きたいですよね。で、今日ねいただいている
お悩みでボコボコするということだったんですけれども、クッキーの表面の荒れ方っていろいろあって、ひび割れる場合もあるし、空気などが入ってちょっとボコボコしている感じだったり、そのボコボコがどういう状態なのかによってもちょっとね、原因は変わってくる可能性もあるんですね。ご質問の中に解凍して焼くべきかどうかという内容があったんですけれども、私が想像するにはおそらくですね、これ冷凍してるからなったとかいう問題ではなくって、生地作りに原因があると予想されるんですね。まずは表面がなんでボコボコするのかという原因とか、それに対する対処法っていうのをお伝えしようと思います。でその後に、解凍してから焼いた方がいいのか、生地によってやり方の違いがあるのかということだったので、生地別にどのように焼くときにしたらいいのかということにもね、触れてお伝えしようかなと思います。まずボコボコしている原因なんですけれども、おそらくですね、混ぜ不足が原因だと思われます。クッキーの材料なので、小麦粉とかバター、砂糖、レシピによったら卵も入っていると思うんですけれども、それらの全ての材料が均一におそらく混ざってないんじゃないかなと思います。つまり解決法は均一にするなんですけれども、その方法は2つあります。1つ目が一番簡単な方法で、出来上がったクッキー生地をゴムベラなどでね、ボールの側面にこすりつけるような動作をしてみてください。そうすると少しね、こうつるっとした状態になると思います。これが簡易に均質な状態にする方法です。でもう一つは、もう少し本格的な方法になるんですけれども、フラゼという言葉聞いたことありますか？これはお菓子作りの専門用語になるんですけれども、フラゼという作業をされると表面がボコボコしづらくなるんですね。このフラゼというのはボールの中でするんじゃなくって、作業台とかにね、全部生地を一回出します。そしてちゃんとしっかりと均質な状態にするという作業をやっていきますね。でこのフラゼというのは何かというと、ご自分のね、手のひらちょっと見ていただきたいんですけれども、親指の下ってちょっとぷくっと膨らんでますよね。でそして小指の下のあたりの付け根もちょっとぷっくりしてますよね。このあたり、もう全体のね、手の付け根を使ってクッキー生地をね、台に押し付けながらこすりつけるんです。でこの時に結構自分の体重をしっかりとかけて、できるだけ長い距離で生地をグッとね、押し付けます。割と思ってるよりダイナミックな動きです。フラジェをすると生地がね、明らかに滑らかになりますし、ベタベタもししていたらそのベタつきがなくなってまとめやすくなります。台からもつるっと剥がれやすくなりますし、色もね、よく観察してみてください。ちょっとね、変わると思います。滑らかな表面にしたいなという場合は、このフラゼという作業はとっても効果的です。ただしですね、これやりすぎるとクッキー生地がね、縮んで焼いた時に硬くなっちゃいますので注意してください。あとゆっくりゆっくりね、フラゼ作業をしていると手の熱がクッキー生地のバターに伝わってしまって溶けちゃうんですね。だから同じところを何度も何度もね、触って触ってすると手の熱でバターが溶けてしまいますので、短時間で体重をかけて素早くフラゼという作業をしてみてください。何回するかはご自分がどういう生地にしたいかっていうイメージに合わせて、するとかしないとか何回するっていうことをですね、決めていきますので、まずちょっとボコボコなるなと思ったら1回か2回ぐらい試していただくと滑らかになるかなと思います。もう一つのね、原因はグラニュー糖を使ってませんかっていうことなんですね。お砂糖が粒子の粗いものを使った場合、
溶け残ると表面がザラッとした仕上がりになることもあります。基本的には粉砂糖を使うことが多いと思うんですけれども、グラニュー糖を使ったとか粒子の粗い茶色いお砂糖を使ってるとかあったら、もしかしたらそれが原因かもしれないのでチェックしてみてください。もう一つ考えられるとしたら、ココアなどの材料を生地に入れた場合ね、表面がちょっとボコボコとなりやすくなったりします。でこれは皆さん粉の分量を減らしてココアに一部を置き換えたりすることもあると思うんですけれども、その分グルテンが少なくなりますので生地のつながりっていうのがちょっと弱くなるんですね。でココアって結構水分も吸いますので、クッキー生地自体が若干乾燥しやすくなります。それによって表面がココアなど入れるとちょっとねプレーンよりもボコボコしやすいかなっていうことがありますので、もしもこれねチョコレートの生地でねされてたりするんだったら、対処法としてはですね、水分量が少ないのが原因かもしれないので、卵の量とかをちょっと増やしてあげるとかすると解消するかもしれないです。以上ね3つお伝えさせていただいたんですけれども、混ぜ不足なのでフラゼという作業をするか、ゴムベラでボウルの側面に生地をこすりつけるか、もしグラニュー糖を使ってたら粉砂糖に変えていただいた方が滑らかになります。試してみてください。次に、解凍してから焼いた方がいいんですかということなんですけれども、もう抜いてあるクッキーなんだったら基本的には冷凍のまま焼いていいと思います。むしろ解凍してしまったらですね、柔らかくなってしまうので形がいびつになってしまったりするんじゃないかなと思います。わざわざ解凍して焼くことはないのかなと思いました。もう型抜きしている状態でバットなどに並べて、一回しっかり固めたものを袋などに入れて密閉袋で保存してると想像してお伝えしているんですけれども、生地の状態で抜いてなくって冷凍されているんだったら、凍った板状に伸ばしたクッキー生地というのはカチカチなのでね、すぐ抜くとちょっとひび割れたりしますから、室温に戻してもう本当に3分とか5分ぐらいでいいと思いますので、少しだけ半解凍状態になるまで置きます。完全に解凍しちゃうと今度抜きにくくなっちゃうので、もう本当にね半分解凍してる状態で可愛らしい方があったら抜いてみてください。でもうね冷たいままオーブンで焼いた方がいいと思います。もう一つアイスボックスクッキーというのがあるのでお伝えさせていただくと、このアイスボックスクッキーというのは棒状のまま成形して冷凍するクッキーになります。で焼くときはその棒をね冷凍庫から出してきてナイフでカットして焼くという工程になるんですけれども、この場合棒状だとねすっごいカッチカチなんですね。だからもう冷凍しててすぐ切ろうと思ったら硬すぎて割れて切れません。だから冷蔵庫に戻してねしばらく置いて、少しこれもね半解凍にしてからナイフでなんとか入るなという状態になってからカットして焼きます。これ解凍しすぎるとね柔らかくなってしまって、ナイフで切った時に形がちょっといびつになったりしますので、ちょうどいい感じに戻すのがちょっとねコツがいるとは思うんですけれども、このアイスボックスクッキーも焼く前は冷蔵庫で冷やしてちゃんとね冷たい状態で焼いた方がいいので、凍ってても全然問題ないですね。だから解凍して焼かないといけないということはないので、これも凍ったまま焼くことができます。カットの時にですね両方とも半解凍を見極めて抜いたりカットされると綺麗な形になりやすいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。あつこさんメッセージありがとうございました。おそらくね冷凍が原因ではないと思うので、混ぜ不足が一番大きな原因だと思いますので、フラゼという作業をするか、ボウルに生地をこすりつけて滑らかにするというのを試してみていただければ改善するんじゃないかなと思っています。
はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。このハピーツスイーツボイス YouTube ライブにリクエストテーマを送りたいという方は、私の LINE の方からリクエストいただくフォームがありますので、入力いただくとテーマに取り上げてお話しさせていただきます。ご質問はできるだけこう具体的な方がですね、皆さんにも伝わりやすいし、私もすごく回答しやすいので、こういう時にこんなことが起こってしまったみたいな感じでね、伝えていただければ採用させていただくと思います。まだ LINE を登録されてない方は、登録されてテーマリクエストとだけメッセージをいただくと、自動で入力フォームが出てきますので、試してみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。一日お疲れ様でした。次回も夜9時半にお会いしましょう。さようなら。